アメリカ国籍だから取れるっていう。え、なんか日本国籍に戻さないんですかとか聞かれるけど、ちょっといや、そういうわけには。だから日本人が日本国籍に戻すよりアメリカ国籍取る方が全然大変なんで、うん、そうその通り。得ですよ、やっぱアメリカ国籍の方が。なんかここいろいろめんどくさくても、クレジットカードが作れないとかでもガチで楽天も落ちたんですよ。へー、外国籍の楽天カードってなんか取れなかったら人権ないみたいなの言いますね。まあみんなが取れるって有名ですからね。あら、手屋さんと私どっちも楽天落ちてるんですよ。社会的信用がなさすぎて。確かに。楽の字が違う、落ちるのもね、楽天。はい、店長。はい。大手始まりました、ムチチャンネル。さあ、今回は、はい。はい、チョーカでーす。はい、神田チョーカさんに呼べていただきまして。まあチョーカさんね、いつももうショート動画でね、アメリカ人のチョーカさん、アメリカ人のチョーカさん。はい。一体何本あるんだよな、一体いくつ質問することがあるんだよとかね、書かれてますけど、今回ちょっと髪型違うからショート何本撮ったか分かるかも。なるほど、確かにそうですね。今回はリボンがついておりますが、かわいい。はい、その中ですね、いよいよアメリカに行くということで、はい、決まりました、はい、てか発表されました、やっと。決まってたのはもう、はい、いつだ、4月5月ぐらいから決まったんですけど、はい、そうですね。ちょっと真面目なサムネ用にやってください。何、真面目な顔を。無理かも無理かも無理かも。アメリカに行くということでございまして、はい、はい、なんで、あ、別に日本から追い出されて帰るわけではありません。あ、でも確かに在留カードの更新は今年です。あら、そうですね、あれ大変ですからね、めんどくさい。そろそろ始めます。あれもね、昔に比べてだいぶ楽になりましたけどね。昔はもっと並ばなきゃいけなくて、もっと大変で、はい、いろんな国の人のついてって手伝ったりしましたけど、まあ大変でしたけど、はい、そんなことはとてもくて、そうではなくてですね、なんとですね、チョコさんがライブするというか。はい、そうです、私の地元でライブします。イエーイ、はい、セアローに、セアローに行きます。行くということで、それでなんかもう一徹アメリカに行くって、お前嘘か。いや、行きますんで、はい、え、行くんですか。はい、シアトルに行ってきますんで。え、嬉しい、待ってます、はい、ライブ来てください。ライブいや、でもそうさ、ライブがさ、なんか1日だけやるのかと思ったら3日出るって言ってたから。3日出ます。3日シアトルでライブに行くの、時間もったいない気持ち。ちょっとアイスのライブは何のイベントなんですか。 Northwest Idol Fest っていうアイドルフェスなんですけど、海外アイドルが基本的に結構集まる。ほう、こうアメリカで J-POP とか J-POP アイドルっていうジャンルが好きな人たちが集まるアクスポみたいな、こうそうですね、コンベンション的なイベントなんですけど、まあ、アナハイムね、 LA のそのアナハイムのところで行われるのがアニメエクスポ、サンディエゴでやるのがコミコン。まあもうサンディエゴ行った時に両方行ったんで僕は、まあ、シアトルはサクラコンがありますので。サクラコン、サクラコンがありますよ、ね、へえ。春にあるやつで、まあ、桜が有名なんですよ、シアトルって。はい、ね、ワシントンですか。あの、私の大学院であるユニバーシティ・ワシントンのキャンパスにめっちゃくちゃソメイヨシノあるんで、はあ、へえ、そういうのもあるわけですね。アニメのいろんなイベントもある。あの中、この J-POP アイドルっていうのに特化してるのが Northwest Idol Fest っていうのがやってて、 Northwest なんで西海岸のちょうど私が住んでるあたりでやってるアイドルフェスで、日本からもゲストを呼べるということで、アイドル失格が選ばれまして。へぇ、はい、失格なのに。いや、うん、いや、最初は私がソロで行く予定だったんですけ ど、なるほど。でもせっかくならちょっと私の大きな野望の一つという、うん、地元でライブをしたい。で、私はやっぱりグループアイドルが好きで、はいはい、グループアイドルであることが誇りなので、やっぱりグループも連れて行きたいということで、ちょっと赤字覚悟で。ああ、なるほど。まあそっか、招待って言って全員の飛行機が招待されてるわけじゃないよね。まあ部分的にいろいろ。パーシャルですね、はい。まあまあ確かにね、うちのチャンネル出てたマリモもタイにね、この間凱旋ライブですけど、はい、やったりもしましたし。海外遠征です、うちらは。はい、チョーカさんも行くということで。そうなんですよ。で、Northwest Idol Fest がこれ公式で発表されてるんですけど、はい、シアトルで Northwest Idol Fest が開催されるのは今年が最後ということで、最後なんだ。本当にラストチャンスっていう感じなんですね。私にとってシアトルでのアイドルフェスに出るっていうのは結構。そんな最後の時に。時にちょっとどうしても行きたいということで。まあ、けど、どうやってでもチョーカさんを見つけたんですか、その。あ、これはですね、私のことを Twitter でフォローしてくださってるオーストラリア人のアイドルファンの方が、Northwest Idol Fest のガスト relations って言って主催の一人っていうか、はい、呼ぶアイドルとかを決める方が、英語と日本語できるアイドルいませんかみたいな、Northwest Idol Fest で見たい人たちをちょっと推薦お願いしますみたいなツイートをしてた時に、私のファンのオーストラリア人の方が私を推薦してくださって、そこからって感じですね。じゃあ通訳ということで。いや、私はアイドルですよ。通訳ということで。まあもちろんそのメンバーのために通訳とかは必要で、はい、まあ私が全員分やるのはちょっと
辛いので苦痛って言うのかな。で私が全員分やるのはちょっと厳しいので、私の地元の日本語補習校から友達を呼んだりとかしたいなっていう助っ人として、はい、じゃないとちょっと通訳の数が回らないので、いろんなそのメンバーそれぞれやるときに大変ってことですね。そうですね、なんか 2,3 人呼びたいと思ってて、アイドルシック6人グループなんですけど、英語できるの1人のちょっと全滅なのでそうですね、そっか、確かにそうですね、一人で全部やってたら、いや、これやって、やばいじゃないですか、自分やって、これやって、自分やってとか、はい、あと、どうしてもそう全員で行動することがなかなか難しかったり、なんか一人トイレ行きたいとかになったら、あなるほどね、終わるじゃないですか。あ、アイドルトイレ行かないんですけど行かないんかい。一人だけ自販機行きたいとか、そういう風になった時に自販機行きたいスニーカーズとかね、こうね、そういう感じでやる。地元の私みたいな日本語と英語ができる。じゃあ別に僕が長岡さんの親に挨拶しに行って結婚してグリーンカードを取ってアメリカ移住っていうわけでは、そもそもうちの親はサンフランシスコ済みなので、そうあの州が2つ違うんですよ飛行機で 3時間ぐらいなんでカリフォルニアはいということでした。残念です、皆さんそういう動画ではありませんでしたが、喜んだ人と悲しんだ人どうでもいいわどうでもいいわって言った人が多分いると思うんですけど、はい、ことなんですね。なるほど、はい、まあ、そうですね、僕もちょっとね、なんで行くんでエッセンシャルズ売れないといけないんで、ちょっと買ってください皆さん、はい、ちょっと私のアメリカ、ちょチェキ買ってくださいよ、チェキで行くのに一番安い直行便で70万だったからビジネスクラスは一番安くて70万だったんで、いやうちら全然エコノミーですけど、そうか俺しかもそうそうちょっと周遊しようと思って最初に間違って普通に買っちゃったんですね往復でも、あ違う俺そうですシアトル行かなきゃいけないんだと思って、あかこうシアトルから帰るのに変えたらキャンセル料13万だった、もう払いました昨日キャンセル料13万円、大変だ、あ衝撃だった、お金大変なんでちょっとエッセンシャルズ売れないと1円ももらってません500冊売れなきゃいけないんで、そちらもね、あのライブが赤字にならないように、そうですよ、どうするんですかそれだって、でしかもだってパスポート持ってないメンバーもいるわけでさ、いやそうなんですよ、ちょっと今撮影してる時点で8月の1週目なんですけど、パスポートを取ってないバカが3人いるんですよあれ何人組でしたっけ、6人組はいってもちろん私は持ってるんですよ、あそれそう全然持ってないとこれ日本に一人自動でねあるみたいな、でまあルー君はオーストラリアにあのワーホリに行きたいっていう夢が過去にあって、アイドル資格に入る直前ぐらいま でその時にもパスポートを取ってるのでルー君はありますと、ーワーホリなんか夢じゃないけどね、簡単にできるけど、はい、でひなちゃんが頑張って取りましたと、ああひなちゃん持ってなかったんだっていう、持ってたけどイタリアのお父さんの方の名前の時だったみたいな、なるほど、お父さんお母さん離婚する前みたいな、演じては取れるのそもそも、取れるはずみたいな取ったことあるもんって言ってました、演じてやさんは確かどっか行ったことあるんですよ、なんかバリ島かなんかに、分かんないけどセブ島なんかそういうなんかあの島国に行ったことがあるんですよ、だから島国じゃないけどね、セブもバリもバリはインドネシア、セブはフィリピンなんで取れるって言ってたんですけど、ちょっと早めに取ってほしいな、ね、私が知りたたいて知りたたいてみたいなことばっかりしてます、ダメなリーダー、プロデューサーなのに取ってないってどういうことで今回は私がリーダーみたいな感じになってるんでなるほどね、あでは3日何やるんですか、そのはい3日間最初の日11日がトークパネルやりますっていうのがなんかトークショーみたいな感じで、あの45分枠でいただいてて、45分何喋るのとパネルだって、もうなんか自己紹介して、あとはなんか日本のアイドル文化について喋るとか、ここで会う方々はもう基本的にその日本のアイドルが好きだけど海外に住んでる方だったりとか、アメリカで J-POP をやってる方を応援している方っていうのが多いので、あ実際その日本で活動してるアイドルグループがアメリカに来ることってめちゃくちゃ少ないので、なるほどなるほど、なかなかない機会というか、いろいろ質問に答えていったりとか、結構質問コーナー的な感じにはなると思うんですけど、自己紹介&質問コーナーみたいな感じで45分使わせていただいて、で1日目金曜日のところがあって、で金曜日は他にもイベントがあって、アマチュアの方々が誰でも結構出れるあのパフォーマンス枠みたいなので対バンがあるんですよ、パフォーマンスしてみたいよ J-POP をっていう方をが応募すれば、そこの枠に出る金曜日の夜にやってる、そのずーっと対バンでどん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 ステージに人が出てくる、僕は歌ってもいいんですね、あ全然今でも多分今でもってギリ応募いけます、ギリ応募いけます、ぜひあの粉雪でも歌ってください、粉雪はあんまりアイドルじゃねえあの鬼滅の歌とかね、いっぱい、あ、まあ、アニメソングいっぱい歌います、粉雪もなのアニメソング違うよ、ドラマだよ、2日目の12日が私神立翔華の生誕ライブとなっておりまして、生誕ライブ、私はそもそも10月に生誕をやる予定だったんですけ ど、そこにシアトル遠征が入りまして、もうこれは翔華生誕はなるほどシアトルでやるしかみたいな感じになっておりますので、ファンの人たちは来るしかないわけですねはい、で翔華生誕をのワンマンライブを、あの1時間ライブなので、それを
12日にあります。私はその頃までにはソロアルバムも出てるので。そうですね。そして最終日が、で最終日の13日がまたワンマンライブをやって、これはまだちょっとシークレットなんですけど、どういう企画をやるかは。トランプをディスるっていうので、いやなんかそれめちゃくちゃ炎上しそうじゃないですか。まあ、 あの西海岸だから耐えみたいなところは若干あるんですけど、西だからね、まだブルーステーキ、まあでもこれだって選挙のちょっと前じゃないですか。危ないですよ、できないできない。じゃあ行ってみてください。早くしよう。ありがとうございました。Thank you for watching。これちゃんと朝食動画になります？わかりません。